というわけで引き続きメンバー限定ライブよろしくお願いします。お願いします。はい、長尾さんがチャットでご参加くださってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャット、長尾さんのチャット紹介させていただきますね。はい、台北ナウ、今今日の視察終わりホテルに入りました。うん、こんばんは。小野寺さん、吉田議員にお任せします、よろしくお願い申し上げますとのことです。待ってますよ。いや、なんかお土産話すごいね、盛りだくさんそうですよね。そうそうそう、すっごい精力的に動いてるような感じだもんね、Facebook見て。そうですね、明日とても楽しみにしております。明日の長尾隆ライブ、ぜひ皆さんご覧ください。はい、お願いします。はい、お願いします。ということで、チャット質問コーナー、皆さんチャット質問をお待ちしております。最初のところに質問ですというふうに記載して、チャットの方に質問投げていただければと思います。よろしくお願いします。それではお待ちしている間にいくつかお話伺いたいと思うんですが、高市氏を守らない自民党というふうな話です。11、12お願いいたします。闇の熊さんのツイッターです。林と茂木、小西文書とハッシュタグをつけておられて、自民党が高市さんを守らなかった理由、自民党も過去子ども手当を人質に審議拒否した事実を明るみに出したくないから、自民党の野党時代の委員会ボイコットは85回、無関係なはずの高市早苗は全てを分かって自民党の過去の罪を一人でかぶってくれた。そして12番、闇の熊さんのツイッターです。無関係なはずの高市早苗が過去の自民党の罪を全てかぶって撤回した後、俺は自民党が高市さん救済に動くと信じていた。でも茂木と林法政の記事で今後も高市早苗を救う気がないと分かった。もうなあ、我慢できるかというふうに言われています。うん、これちょっと知らなかったです。吉田さん、お願いします。まあね、闇の熊さんさんもドラマチックにね、おっしゃっていますけれども、まあ、自民党側がその野党時代に委員会ボイコットしたっていう、それをなんだろうな、隠すとかなんとかいうよりも、メディアが野党というか、まあ、その立憲とか共産とかのね、悪事っていうのはひた隠しに隠すけれども、自民党のやったことは、自民党が隠そうとしてもね、赤裸々に暴露するので、まあ、隠す意味ないんですよね。まあ、当時はそういう戦いをしたと、まあ、それはそれで戦いをしたっていうことを、まあ、別に事実なんで、公表されてもいいので、そんなことよりも、今の戦いをちゃんとやれということで、大事なね、高市さん、まあ、もう本当に、視野が広くて、知識が深くって、でそのセキュリティクリアランスみたいなことをしっかりやらなきゃと、いろんな問題意識をお持ちの方をちゃんと、まあ、当たり前にその人のためにっていうより国のために、ね、国民のために守りなさいよと、まあ、早くそういうところに、まあ、自民党の、まあ、お歴々という方々が気づいてくれないかなと、私益より、ね、国益を優先してくれないかなと思いますね。ありがとうございます。小野寺さん、お願いします。これ多分、ちょっと整理しとかなきゃいけないのは、審議拒否って言っても、例えば、まあ、時の政権が、その時は民主党だったとして、まあ、子供手当も出てますけどね、この子供手当に関しても、外国人に対しても子供手当を払うんだみたいな、わからない話があったり、実際にそんなことやる必要ないだろうというような、多くの国民もいた中で、まあ、俺はやりすぎだということで審議拒否するっていうのは、まあ、大義名分があるわけですよ。それは国民のためにこれは通してはいけないと思って自民党が動いたっていう大義名分のある審議拒否と、今例えば高市さんが謝んなかったら審議拒否するぞみたいな脅しの審議拒否とは全く違うんだということと、あと例えば3、4年前だったかな、18連休の審議拒否という問題があったと思うんですけどね。あの時だって最終的にどうなったのかというと、大義名分も理念も全くない審議拒否なので、まあ、これ以上耐えられないっていうことで、まあ、その審議に加わったっていうようなのは関係者も言っていたぐらい、自分たちちょっと審議拒否してるけど、なんで審議拒否するのか、もう国民理解してもらえないよねっていう審議拒否を今でもやってるから問題なんだということで、回数の問題だとか、そういうこととはまた別の内容の審議拒否ということに対して、しっかりと皆さん分かってもらいたいというふうに思いますね。今の、まあ、その野党のね、言ってる審議拒否とは、ただ、まあ、難癖をつけて、
何の理念もない、大義名分もない審議拒否なんだと、だからおかしいって言ってるんだということは理解してもらいたいですね。なるほどですね、はい、うん、ありがとうございます。伺ってる間に質問をいただきました、山根さん、メンバー6ヶ月の方ですね。ご質問ありがとうございます、うん、ありがとうございます。質問です。リンリン&シェイシェイはどっちが不要ですかとのことですが、こちら、野寺さんいかがでしょうか。それ、そんなにどっちも選べない、選べない、本当にどっちも。そうですね、うん、はい、吉田さんいかがでしょうか。いや本当私もどっちもと思うんですけど、まあ、今目の前より、まあ、の問題が大きいなと思うのは、まあ、倫理の方ですね、まあ、かといってじゃあシェイシェイが問題がないか、国益損なわないかというと、まあ、今までの言動を見ている限り、やっぱりダメですねと思います ね、 ね、はい、ありがとうございます。引き続き皆さん質問お待ちしております。ではお待ちしている間にもう一つ行かせていただきます。13番ですね、池田信夫さんのツイッターです。国会議員が国家機密を入手したと国会で騒ぐなんてとんでもない話、普通は直ちに警察が逮捕だ。佐藤栄作は沖縄密約が国会に出た1週間後に外務省職員と西山記者を逮捕した、岸田首相は何をやってんだと。本当そうですね。こちらでは小野寺さんからいかがでしょうか。これちょっと全然わかんないから先に吉田さんでいい。はい、吉田さんお願いします。いや、これはあれですよ、ずっと例の小西文書の話ですよね。岸さんの話なんだ。小西議員が、まあ、うん、自分がその総務省からもらったやつが国家機密なんだって言って大怒りしてるわけじゃないですか。で、いろ関係した人が少ないのはその機密度が高いからさみたいなね、本末転倒な話をして得意げにしてるわけですよ。で、普通にその漏洩しちゃいけない秘密の文書であると彼が主張すればするほど彼の違法性が高まっていくわけですよね。漏洩罪というか漏洩思想罪になっていくわけですよ。まあ、でそういうことが起きているんだから、政府はですね、佐藤時代の西山事件のようにですね、ちゃんと犯罪に対して、まあ、司直の手が及ぶようにしてくれっていうことですよね。はい、なんかその池田さんがリツイートしてる下の文章って、ロシアと中国の工作員が携帯電話の基地局の情報とかリレーも設計の情報とかを盗んで報道されましたがっていう、それぐらい問題があるっていう機密情報っていうものを話をしたことに対して、その池田さんが、まあ、それだったら小西もっていう話になってるっていうことなの、これ。そうですね、一応佐藤さん、ではもう一度13番出してもらえますか、うん、有馬哲夫さんのツイートも読ませていただきますね、うん、はい、ロシアと中国の工作員が携帯電話の基地局の情報とかリレー網設計の情報とか盗んで報道されましたが、この極秘情報を持っているのすべて総務省ですよ。この機密漏洩事件早急に調査して対策打たないと、まさしく日本の国家安全保障上の致命的欠陥を外国勢力の前に晒し続けることになりますよと、うん、でさらにその下のツイートも読んでおきますね。マスコミは気持ち悪いほど歩調を合わせ高市大臣が滞在を犯したように印象操作するが、放送法に照らして何も違法なことも不当なこともしていない。一方、小西議員は極秘文書漏洩に関わり、総務省などの重要省庁の情報管理に致命的な欠陥があることを諸外国の工作に暴露してしまったというふうにツイートされてましたね。はい、まあ、一連の問題を受けて、まあ、総務省には問題があるというふうに言っていて、さらにそれと結託をしている小西さんもそれと同罪だと、秘密文書みたいなことで騒いで国会で追及したということで、これだとちゃんとしょっぴかれる事案だろうというふうに言ってるってことね。まあ、その通りですわ。そうですね、本当それぐらいのことだなと改めてこちらのツイートで思いましたね、うん、はい、ありがとうございます。ではこの間にですね、沢口さとみさんがスパチャをくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージ頂戴しております。吉田先生、小野寺先生、応援しております。ありがとうございます。鬼の犬間に長尾先生ごめんなさい、今の自民党の良いところってありますかというふうに質問をくださってますね、うん、ではこちら自民党員の小野寺さんいかがでしょうか。ちょっとはあると信じたい。でも今見てる限りでは
ほぼほぼ本当にここまでダメな政党になっちゃったのかなっていう思いがあって、まあね、一回ゲアをした後に安倍さんがなった時には、これで目覚めただろうと。あんなもう屈辱感も味わいたくないだろうっていうような、その前の時のね、あんな本当に踏ん取り返って、俺もちょっとやれちゃうぞみたいな、それぐらいのタイミングっていうか雰囲気になってるので、これ下手すると本当にマスコミも総がかりで自民党わーってやりながら、自民党って本当にダメだみたいなことで、もう一回ゲアするぐらい、実は自民党ってだんだん、まあ、保守の人たちに呆れられてるってことを本当に気づかないと大変なことになると思うけどな。吉田さんいかがでしょうか。そうですね、あの今自民党の、まあ、いい面より悪い面の方が表に出ちゃってますよね。あの安倍総理の時、まあ、は、まあ、一番いい面が表に出てきてたと思うんですよ。やっぱりこう安倍さんお一人が殺されて亡くなってしまっただけで、まあ、ここまでね、あの変わってしまうのかっていうぐらい、まあ悪い面がいっぱい出てますよね。もちろんあの岸田総理がやっていることでいいことももちろんいくつか挙げることはできるんですけれども、もうそれを全部そのトータルであの見ると覆い隠してしまうぐらい悪いことがいっぱいあの顕在化しているので、まあまあ、自民党長く支持されてきたから応援している方もですね、これ本当ね、切ないっていうかやるせないっていうか、どこに怒りの矛先を向けたらいいのかっていうぐらいの問題だろうと思うんですよ。だからこの自民党内のそういうその良識的な人だけをね守って育てて、であとは別途あの自民党に緊張感を持たせるためにね、まあ、例えば国民民主党みたいなところを応援するとか、あるいは、まあ、また新しい新党が作られるようにですね、あの応援するとか、いろんなことをやって、自民党の中の、まあ、高市さんみたいな人、それから高市さんをこう脅しめて、引きずり下ろすことに、まあ、あの平気でいる人、ちょっと分けてですね、あのちゃんとした人だけを自民党の中でも応援していくっていうことが、本当に、あの本当にはやらないと、本当に日本このままどうなっちゃうのか、いろんな分野についてそう思いますよね。はい、ありがとうございます。では次の質問を行かせていただきます。サラーサクラヒラヒラさん、メンバー6ヶ月の方ですね。ご質問ありがとうございます。中国がパラオに軍事基地を作ることにしたみたいですが、日本は大丈夫だと思いますか、というふうに質問いただいております。こちら吉田さんお願いします。はい、ダメに決まってるじゃないですか。あのダメですよ。で、あのパラオはもともと非常にこう親日的な国だったはずで、あのそのパラオに、まあ、その中国がどういうその絡め手を使ってやってるのか分かりませんけど、これあの、まあ、日米豪、まあ、印も含めてですね、あのみんなで連携した形で、あの、まあ、パラオだけじゃなくてですね、太平洋諸国にでも中国の軍事基地なんか置いちゃダメなんだということを、まあ、共通のコンセンサスにして、いけるように、あの努力が絶対に必要ですね。あんなところに、あんなっていうか、日本にもゆかりの深いところにですね、中国の影響力を及ぶようなことは絶対にさせてはいけないですね。うん、ありがとうございます。小野寺さんいかがでしょうか。本当にね、パラオの位置を見ると、まあ、そのインドからね、まあ、その太平洋に向かっていくって、本当に開かれたインド太平洋っていう、まあ、安倍さんが言っていたそこの、まあ、妨害するような形でパラオがあるということで、それ本当に日本 の、まあ、その国にとっても、まあ、諸外国のね、我々の仲間の国にとってもとんでもないところで、まあ、その本当に、まあ、当てつけのようにやっているというそういう位置なので、これは本当に日本としても許してはいけないと、これ本当に安倍さんの意思にですね反することになると僕は思っているので、そういう意味においては今の政権はしっかりと何やっちゃってるんだということで、まあ、諸外国と連携してですね、徹底的にこれは反撃してもらいたいと思いますよ。うん、はい、ありがとうございます。ではどんどん質問いかせていただきます。ニール・ヤングさん、メンバー1ヶ月の方ですね。ありがとうございます。質問です。シリコンバレー銀行の件とかはどうお考えですか、というふうな質問です。こちら小野寺さんいかがでしょうか。シリコンバレー銀行っていうのは、その、まあ、
その、まあ、取り立て騒ぎがあったけれども、それの裏にはいろいろ、例えば仮想通貨だとか、いろいろなものがおかしくなっちゃった。プラス、その、アメリカの政府が、グリーン政策って言って、それこそ太陽光発電じゃないですけど、そういうような脱炭素みたいな事業をどん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 やっていくと、グリーンニューディールみたいなことをやっていくっていう方向で、そこにお金がバンバンできて、そしてまあ大金持ちになった人たちがいるんだけれども、今、前回のまあ下院で共和党が多数を取ったっていうことで、そんなグリーン政策なんてもう絶対許さんみたいな話になった中で、そういう大金持ちが、まあ、そのシリコンバレーにお金をまあ預けていたので、これはまずいぞと。で、いろいろな要件が重なって、急に引き出すという話になって、まあ、アップアップになってしまったということで、例えばその、まあ、太陽光発電だとか、そういうような、まあ、いろいろなファンドとかも、今は世界が敬遠をし始めているっていう中で、それを、まあ、ウェルカムでどん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 これからそれに、まあ、積極的に関与していきましょうって言ってるのが、東京都知事なので、しっかりとこれは覚えてもらいたいと思います。もう世界に逆行して、その世界が、これはもう手出せないぞって言ってるものに、どんどん飛びついていって、明治神宮の木は切るわ、いろんなところの木を切るわ、とんでもないことになってるっていうことですから、これ日本だけが3週ぐらい遅れてわけわかんないことやってるっていうことで、まあ、シリコンバレーの事例を見たらいいと思いますね。そうですね。はい。吉田さん、いかがでしょうか。はい。まあ、今、小野寺さんおっしゃったことをすごい、まあ、大事だと思うんですね。で、そして、まあ、これもよく知られているんだと思うんですけど、まあ、このシリコンバレー銀行っていうのはもうガチガチの民主党支持の銀行なわけですよね。それで、まあ、BLM だの、アンティファだのですね、まあ、ろくでもない運動に膨大な資金を出している。で、まあ、そういう、まあ、なんていうか、偏った面もあるので、まあ、こう、経営もね、まあ、傾いてしまったっていう部分もあるんじゃないかと思うんですね。で、まあ、民主党政権、自分たちのガチガチ応援してくれるところだから、まあ、非常に手厚く、まあ、守ったわけですけれども、まあ、で、結局、このスキームで、まあ、その、インキュベーション機能があったことはきっと確かだとは思うんですけれども、まあ、この銀行や、その、関係の事業がなくても、まあ、インキュベーションっていうか、その、まあ、新産業のベンチャービジネスの、発展っていうのは、当然、ありえますから、まあ、こういう銀行が、まあ、破綻処理を、して、まあ、きれいさっぱりなくなるっていうのは別に、これで別に世界金融不安になってるわけでもないので、まあ、まあ、問題なく、進められるんではないかなと思います。ありがとうございます。それでは最後の質問になります。その前に山根亮太さん、スパチャありがとうございます。ありがとうございます、はい、その山根亮太さんから質問いただいております。これは小野寺さんへの質問かと思うんですが、質問です。明日は大量ですか、というふうに質問が来ております。それが大量だと思っていた方が凍結されちゃったの、アカウント。あれって今日見たら凍結されてるから、あれこれ情報を出せないっていう話になっていて、今ちょっとテンパってますわ。あの方を使いたかったのに、これどう、凍結かよ、今のタイミングで。だからブロックしなかったのにっていうことで、ちょっともやもやしてるところがありますわ、今ね。なんか教祖みたいな方ですか？教祖みたいな方だったので、本当ぜひ紹介したかったんだけど、凍結されてた、今日。そりゃそうだわなってツイートしちゃった。なるほどですね。はい、明日の小野寺さんのツイッター110番、ホームラン級の〇〇を探せまでに解除されることを願っております、うん、はい、というわけで、時間が来てしまいました。最後、吉田さん一言締めていただければと思います。はい、まあ、ちょっとローカルな話になりますけど、今日は中野でもですね、自衛隊に、まあ、入隊する方、中野区内区民から11名いらっしゃったんですね。で、このうち の全員じゃなくて何人かが、中野区役所に来ていただいて、まあ、区役所とから、まあ、区議会、それから、まあ、体育会とかですね、関係団体による、まあ、その、まあ、激励会、が、まあ、ありました。で、非常に僕はね、感謝の気持ちで
この入隊者お迎えをしたんですけども、まあこれはメンバーシップ限定だから言っちゃってもいいと思うんですけど、まあ立憲共産区長の挨拶がね、もうなんかもう悲しくなるようなね、これから命がけで任務に当たる方にこういう挨拶かよっていうですね、まあ挨拶なんか嬉しそうにしていてですね、まあちゃんとした、まあ国防意識と国防を担う方への、その真の意味を理解した人が、やっぱり首長であるべきだな、と、思いました。全国そういうところがあると思うので、みんなでいい、人を選んでいい日本を作っていきましょうと、今日の1時からも思いました、うん、はい、ありがとうございます。それでは今日のツイッター探偵団終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、おやすみなさい。